皆さん、こんにちは。パトリック浜辺です。今回は、ストーンズのジェシー君のダンスを徹底解説していきます。ロージーで見せた圧巻のダンスを見ていきたいと思います。ジェシー君は体のバランスがいい。まあ、身長とか筋肉量とか、個人的にはですね、ダンサーに最適だなと思っております。で、また、音楽をめちゃくちゃ聴いてる方だなと見ていて思いました。音への感性が人とは違うような何かを持っていると思っております。そういうところを注目しながらですね、ロージーを見ながら徹底解説していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でそんな僕は普段ダンサーをしながらダンスメディアの運営、ダンスオンラインレッスン事業などをやっております。このチャンネルではジャニーズの皆さんのダンスの素晴らしさを伝えるべく、ダンスリアクション、ダンス解説などをやっております。ではですね、早速ですね、ジェシー君のダンスを見ていきたいと思います。よろしくお願いします。ロージーで見ていきましょう。ダンスパフォーマンスオンリーバージョンですね。初っ端からやばいです。ああ、これね、一瞬ですけれども、このポージングですよ。かっこよすぎる。何このスタイル。もう、ジョジョ的なね、立ち位置でやっておりますけれども、この角度とかも超いいですよね。ここは伸ばしきって、こっち曲げて、ここをしまい込んで、ここが伸びることによって、こっちが下がるみたいなね、体の使い方、解剖学で見るとめちゃくちゃ綺麗になってると思います。いきましょう。ここのあらわるのところ見ましたか？あらわのところまで音をとってます。こういった音取りがジェシー君の特徴というか、音を聞いてるって感じ。でここでしっとり出てきて、最後のところだけアクセント、いいですね。やばいですね。ゆらゆらのところ行く前、ここのドゥーンとなったとこ分かりますか？ちょっとスローで見たいと思います。ちょっとだけね。で書き上げて、ここスッとね、重心移動したときに首がカクンってね動くんですよ。で首のアイソレティックを動かして、この惰性、力の惰性によってここでウェーブが始まります。をゆらゆらとに合わせてゆったりと出していきます。すごくむずいことをさらっとやってますね。ちょっと等速で最初から見ていきたいと思います。これやばいな、うますぎるし、おい、さっきのやつのでかい版だと思ってください。首からいってます。これゴーンってね、初速を入れて首を横にして、横にしたまま落ちていきますね。落ちていくことによってこっち向いてるじゃないですか。なんで肩が入っていく。やばいね、これで若干ウェーブを通してるんですよね。斜めにですよ。やばい、はい、ボーカルいろいろとってますね。そしてこれね、めぐるめく、まあ、曲調も早いっていうのと立ち位置が変わっていくんですよ。で待機の時って別に見られてないじゃないですか。そこの意識の高さです。これめちゃくちゃ綺麗な立ち姿、つま先まで気抜いてないんですよ。でこれしっかりと見えにくいですけれども、平面なんで、これ右足の膝をね若干内に入れてます。内に入れてることでより絞って綺麗にラインを出してますね。ね、ここは下がったところは胸あたりで8ビート1、2、3、4取っていて、でここの手先を注目してください。特徴的ですよね。ここパンパンのところの下げる綺麗さと、あとはここでメロディーの音を取ってますね。ここの可動域も超いいですね。胸周りがすごく柔らかい、肩甲骨が柔らかいのかな。これかっこいい。ちょっとサビに行く前に
後ろでね、ここ初速を入れてます。胸のヒットポップかな、ポンって筋肉を弾いて初速を入れて落としていくことをさりげにやってますね。というのが後ろに音があるんですよ。ベースなのかドラムなのか、ボンってやつ、すごい。こういったね、音まで撮ってるんですよ。めちゃくちゃ音を聞いてるなっていうのが思いますね。で、ここの体感ですよね。サビのところ超好き。これどういうこと、リブケージですね。グッと使い切って、で、ここで地面を踏んで、右側かに体を伸ばしている。で、体が伸びきるから肩が上がっていき、肩が上がっていくについて肘が上がるってところで手を使い切る使い方のうまさ。で、この腰つきですね、超いいな。立ち姿がどの絵でもかっこいいってやばくないですか。これも体を使い切ってるからなんですよね。どっかが緩んでたりするとどっかダサくなっちゃうんですよ。そういう風にできてるので、体やっぱすごいですよね。きちんと使い切って筋肉で固まったら絶対にかっこよくなるんですよ。で、それがどのポージングやってもかっこいいのがジェシー君。で、ああいった指先もね、抜かないですよね。でね、下がった後の胸ウェーブですよ。で、顔までは通しきらない。で、顎が上がりきっちゃうとちょっと見え方、曲の雰囲気的に違うんですよね。だからそこまでやらないこれ。で、このステップ、まあ、ちょっとね、ハウスチックなステップなのかなと思いきやですよ、音取りがプロンっていう音を取っていますね。そういった音遊び、いいね、かっこよすぎる。拒んだ体のところちょっとね表現してますね。これ拒んでるような感じでしょうね。いや、わかんないですけど、けどやっぱりここまで音を聞いてる方だからそうじゃないかなと。このサラバーの出し方よ。で、これもね、手首っておざなりになりがちなんですよ。やっぱり意識が遠のいたりするんですけど、そこもきっちりと使い切ってる、雑にしないっていうのがさっきのポイントです。ここ。おーい、で、ここの腰、バランス、素晴らしい。ここが腰のアイソレーションプラス胸周りの柔らかさですね。おー、ちょっとコンテンポラリーチックな。ここの質感がもうセクシーです。で、初速を入れたりとか、ゆっくり取ったりとかっていうメリハリがうまい。ぐんとね。超うまくないですか？若干、前に行ってから後ろに下がってる。ゴンって。わーい。素晴らしい。来ますよ。はーい。ジャンプも綺麗です。揃ってんすよね、足が。もう。で、やっぱこういったちょっとしたことです。冒頭にも多分言ったと思うんですけども、足をきちんと入れ込むんですよね。だから綺麗なラインが作れるんですよ。グラグラいいね。ここの、ね、指先の使い方ですよ。ここのこれ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 ここです、ここです。いいですね。で、このアイラインを崩さない。で、キックの時って、やっぱりどっちか、右で蹴るんだったら、やっぱり右側にずれてしまいがちなんですけど、真正面で蹴れるんですよ。ラインが崩れないです、なので。ほら、もうすごい。いいウェブ。質感がいいですね。ここも綺麗ですね。スーッと伸ばしていくところ。もうバレエの世界ですか？
やばい、かっこいい。最後ベルトに手を添える。あんだけガツガツやっていたのに最後それ超かっこいいじゃん、何それっていう感じでした。ありがとうございました。いやもう素晴らしすぎますよね。皆様いかがでしたか。もうジェシー君の本当に体の芯の強さというか、ラインに対するこだわり、美意識ってのも見えますよね。必ずアイラインには、あの一本線になるときはアイラインでやりきるっていうところが、彼の綺麗なダンス、色気があるダンスっていうのをやってくれてるんだなと思っております。あとは音楽への理解、音の聞き方っていうのはやっぱり特殊というか、自分の中で音が鳴ってると思います。そういった音取りを随所に入れてくる、多分まだ発見できてないところめちゃくちゃあると思うんで、何回も見るのが楽しみなダンスをジェシー君はしてくれてるんだなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。いや素晴らしかったです。やばかったですよね。今回は以上になります。でこれからもストーンさんのダンス、ジェシー君のダンス、その他のメンバーのダンスも随時取り上げてまいりますので、ソタンの皆様、ジェシー君ファンの皆様、ジェシータンですね、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。また高評価もよかったらよろしくお願いいたします。コメントではジェシーのここやばいとか、コメントでわちゃわちゃ話せたら嬉しいので、お気軽にどうぞよろしくお願いいたします。本日は以上になります。また皆様次回の動画でお会いしましょう。ではでは。